240万円。これは厚生労働省が調べた日本の大卒入社1年目の平均年収である。四半世紀続くデフレ、決して上がらない給与、30年以上低迷する日本の様は異常そのもの。アメリカの住宅都市開発省によれば、年収1000万を超えていても低所得。日本は給与が低い、そう言い続けて30年。このまま泣き寝入りを続けていて本当にいいのだろうか。500で1080万。そこで立ち上がった番組年収オークションでは、年収を上げたい志願者たちをオークション形式で社長たちが競り合う。一度にさまざまな業種の社長にアピールができ、なおかつ年収も上げられる。志願者と社長の利害が一致した合理的なマッチング。日本の未来を変える転職オークション番組。ルール説明。事前に面接を通過した志願者にそれぞれ好きな形で2分間の中で自身をアピールするプレゼンをしてもらう。プレゼンを終えると社長たちからの質問タイムへ、出し切れなかった志願者の良さを引き出す。そして最後にオークション形式で年収を提示し合う。そのうち提示年収の高かった上位3名の社長が志願者への交渉を行う。交渉後、志願者はその社長たちの中から1名を選び、無事交渉成立となる。果たして今回はどの志願者が人生を変えることになるのであろうか。年収オークション。では第12回になりました年収オークション第1ステージはインフルエンサー枠です。どうぞ。いらっしゃい。お願いします。なんか小ネタ入ってますけどね、もうね。お願いします。それではおかけください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。インフルエンサーの方、いろんなね案件を頼まれたいという社長様いらっしゃってますので、よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、それでは早速参りましょう。インフルエンサー枠最初の方です。パクシードラマさん、はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、それではお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。現状は株式会社パクシーというのと、マグロ建設株式会社という会社を経営します押川です。よろしくお願いします。で、現状、マグロ建設っていうアカウントとパクシードラマっていうアカウントと、パクシーワールドっていうアカウント、3つのアカウントを軸に今活動をしてまして、現状月間ですが数百から、数億再生のリーチを、持ってます。バズを生み出す政策っていうのに結構力を入れておりまして、自信を持ってやっております。で、今回なんですけど、今そのインフルエンサーの力を使って新潟にある佐渡島っていう島なんですけど、そこで今新しいプロジェクトを、進めていこうというところで今進んでおります。で、今佐渡島の方で、もう今毎月行かせてもらっていて、今地元の人たちもだいぶ行政の方たちとも今コネクションを作らせていただいていて、今その地域の方たちと今シャッター街になってしまった場所とかっていうところをインフルエンサーの力と地域の力を使って、シャッター街を開けていこうという今取り組みをしていまして、そこに関してあと皆さんにちょっとお力協賛という部分でお力をいただけないかなというところで、で僕たちの方ではお返しできるのが再生数だったり、まあ企業さんたちのうまくPR をさせていただいて、それを還元できて一緒に佐渡島の方に行ったりとかできたらいいなとは思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2分間ありがとうございました。ということでお話を伺うと、はい、何かこう案件を頼まれるというよりは協賛をここでお願いしたいと。ね、はい、もちろん案件も受けることできるので、まあ、そこはちょっと要相談をさせていただきながら、ちょっと社長さんたちといいコネクションと、まあ、ちょっと協賛の方だったりとかっていうのもお願いできないかなという、思いで来させていただきました。はい、というビジネスマンのようなねお話でしたけれども、皆さんからの質疑応答5分間です。坂木丸君がずっと喋りたそうな顔してるんで前回遊んでますからね、はい、ちょ前回分をちょっと話していかないと思うんですけど、まずはね、協賛はどれぐらいのちょっとラグジュアリー向こうに今振ってんだろい。まあ同じです、同じです。協賛内容聞きたいです。
SNS マーケティングのプロフェッショナル集団を牽引。創業10年でベンチャー企業から地方自治体、国まで網羅する500社以上の顧客実績を有し、自らも50万超えのフォロワーを持つインフルエンサーとして君臨。 SNS からの入社希望は1万2000人超え。業界を牽引するパイオニア社長、唯一無二の個性を求める。株式会社エモルバ代表、榊原誠一。協賛した時のプランは、今行くと、まあ、その今日本の問題で行くと、やっぱり高齢社会だったりとか、やっぱりその地方が弱く弱体化っていうところがあるので、そこを一緒に、まあ、協賛っていう形と一緒に動画作りをして、チャンネル、まあ、イメージはダッシュ村みたいなところで、まあ、向こうの力の強い企業さんたちと一緒にシャッと開けていくっていうところで、一緒にそのまあ、チャンネルを作っていくっていう部分をやっていくと、もちろん社会貢献だったり、まあ、社会の課題を解決するっていう部分では、まあ、数字は一応あるので、そこも一緒に含めて PR はできるんじゃないのかなっていうふうに考えております。佐川島のどういうところ惹かれたんですか？ロンドンで行われたインターナショナルビジョナリーアワードでグランプリを受賞。世界一の美容師の称号を持つ。インスタグラムフォロワー数65万人以上、 YouTube 登録者11万人以上と大注目のカリスマ美容師、株式会社サロンリュウ代表、京極リュウ。佐渡島は実際僕の友達がそのキムチの家っていうのをやってるんですけど、多分もしかしたら見られた方もいると思うんですけど、まあ、それが今佐渡島で工場をやっていて、で、まあ、僕の会社ではないんですけど、まあ、3分でオンラインで全部売れるっていうところで、一緒に佐渡島一回来ませんかって。いくらぐらい売れました？まあ、僕がそこの会社じゃないんであれなんですけど、基本3分で大体まあ100から300商品毎週販売っていうところで、はい、でそキムチの家っていうところは TikTok で一気にバズったところで、はい、500% ぐらい達成というか、のプラスになったところですね。この月30万ぐらいだったのが多分300万とか それ以上に、多分今も全然今それは超えてるんです、はい、ちょっと他社さんで金額はちょっと言えないんですけど、いわゆる地方創生だとは思うんですけども、はい、ちょっとさっき先ほどのこちら側その協賛した場合の内容がちょっと不明確だなっていうところがあって、はい、あと額だとかその辺のプランとかはどうですか？はい、額はもう本当に今明確に額が全部決まってるわけではないんですけど、そこはちょっと相談させてもらいながら、まあ、5万から、まあ、金額、あ、プランはまだないんですか？まあ、プラン自体は全部金額は出てないんですよ。なのでここでちょっとあのつながりを、持たせていただいて、ボランティア感覚で、はい、あのやるっていうイメージ、ね、募金してくださいみたいなもんやんね。そういう感じ。そうですね、はい、そういう感じですよね。まあ、でも動画にも出れるんですもんね。はい、動画も。でも佐渡行かなあかんのやろ？めちゃめちゃ楽しいです。楽しませます。はい、何で佐渡行ってるんですか？新幹線で。数々の超有名タレントを抱える芸能事務所社長、株式会社44プロダクション代表、ヨッシー。新幹線で新潟まで行って、そこから船、そこから船、フェリーで、もうあのフェリーもラグジュアリーなんで。おー、いいね。最初の100万円何やったんですか、の落としたやつは。日本最大級のライブ配信事務所ワンカラット経営に始まり、不動産業、飲食業、そして YouTuber 案件本数5年連続ナンバーワンの起業家 YouTuber ラファエル。え、落としました。いや、落としたな。あ、こいつ取ってました。あ、ボーナスです、はい、ちょっといいですから。あ、はい、小坂さん、これどこで喋ったらいいんですか？お笑いコンビキングコングのボケ担当、テレビ番組跳ねるの扉の放送をきっかけに全国的な知名度を獲得。2019年年末までに登録者が100万人に届かなかったら芸人を引退すると公言してスタートした YouTube チャンネルカジサックの部屋では、7月11日に見事公言通り目標を達成。現在ではチャンネル登録者200万人超えとなり、幅広い層から支持を得ている大人気 YouTuber カジサック。確かに今のです、ね、これ今なんです。あの乱闘です。乱闘。あ、これそういうやつなんですか？冒頭紹介もしてないもんね。いや、紹介もしてくれへんし。いやいや、紹介なんとなくしたじゃないですか。大丈夫、なんとなくしたじゃない。もうみんな知ってますので。いや、知ってる。知らない。国民的アイドル。何を言うてるんですか、京極さん。むちゃくちゃ遅刻してきましたね。京極さん、こんなんして最初ラグジュアリー。協賛来るのにプランもしっかりしてないとかっていうのは少しちょっと不誠実さを感じてですね。いやいや、だからまず繋がりたいからやんね。繋がりたい。いや、ただそこに本気度があるのであればもっと用意してくると思うんですよ。そうですね。でもなんかふわふわしてる方が人とつながりやすいって言うからね。みんなで作り上げていきたいな。でちょっと私言うのもなんですけども、あのうさんくささもあるじゃないですか、そのこれ外見的なところの。まあ私も誰が言うてんのって ありますけど、ただあそれでも多分売りだと思うんですけども、その上でおそらくしっかり出すのであればすごくこれメリットあると思うんですけども、なんかここでトラブルが起きるのも良くないですし、なんかこういう話ってありがちなので、はい、で協賛してみてお金振り込んだら終わったみたいなところとか、本当にこの佐渡島の話もなかったみたいなところもありえるので。思い当たるなそれ。
スポーツ業界に新たな一手を繰り出すイノベーター、オルソ株式会社代表、ヒグマ秀隆。ね、お前当たる節はあるからね。まあ SNS は結構ありがちではあるので、なので、でも誠実そうじゃないですか。そう誠実そうではあるけども、でも詐欺師はみんなそうやからね。そうでもそこの部分が、あもう詐欺師扱いや。詐欺師みたいになってるから。詐欺師になってるや。詐欺の話は NG やで今。NHK をぶっ壊す。政治家、YouTuber、タレントとさまざまな顔を持つ NHK 党党首橘隆。そうよ。本気で探してますからね。本気で探してます。はい、ではパクチードラマさんたちの佐渡島のプロジェクトに関わりたいという方はお札をお上げください。年収オークションスタートです。はい、吉さん上げました。地方創生ですよ。みんないいこと言ってたでしょ。榊原さん上げました。あ、河原さんも上げました。お三方、あ、え、これ佐渡島以外のプロジェクトもある。いや、俺内容全然分かってないけど。地方創生やねんからこれを上げたっていいんじゃないですか、みんな。はい、それでは4社見事落札です。ハンマープライスおめでとうございます。あ、5社ネオ社長も5社です。ありがとうございました。はい、じゃあおかけください。失礼します。さっきのお金何やってんほんまに。ボーナスでいただきました。それ現生本物の金だったんですか。マジで。いや前回2億なくなったんやけど、そのそだから全然足りないっすちょっと盗まれましたね、うち社員に。なんかあったんですか。いやだから今回前回からあの札束なくなったんです。皆さんに300万500万の札束置いてたんですけど、あれ盗まれたんやけど、開けたらここでスタジオに運び込んで段ボール箱開けたら全部紙の束になってる。怖いかな。それ片岡さん以外の誰かがやってる。そんな名前はダメ。片岡さんがやってます。あ、片岡さんがやってます、はい、またやられたんかなお前。いやいや、なんかなんか2億になってまうほんまに。ちょっと額は言えませんけどもね、はい、さあ続いての方参りましょう、はい、練馬ゆうきくんです。お願いします。おはようございます。練馬ゆうきくんです。はい、もうね、まずやった方が早いと思うのでぜひご一緒に。いいですか。です挨拶運動毎朝やってるんで。はいはい、あ、特許技や。体操特許技。何を何を。あの練馬で毎日挨拶してるんで皆さんに挨拶をぜひご一緒に。横でな、横で。ヒグマさんね、体操教室やってはるんで。あ、ヒグマさんもじゃあ。ひばりがんかですよね。ひばりがんか、練馬なんですよ。練馬近いね。近いんで西武線で、じゃあ一緒に回っていきましょう。おはようございます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 。海作さん。おはようございます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 。爽やか。どうですか。いや全然おもんない。いやいやいや、マジか。マジか。マジですか。何この役。今んとこ全部カットで最悪だわ。違う、これは狙ってやったの。そうですね。今の挨拶ですか、ネタですか。はい、挨拶。ちょっとあと1分しかないで、あと1分しかないで。すいません、続きで、自分挨拶系プラスビラ配り系 TikToker やらせていただいてるので。やめてくれよ、最初から、はい、おはようございます、すごい。おはようございますで終わっちゃうやん、この2分。サングラスめちゃめちゃお似合いです。ラグジュアリーでしょ、そこは。すごい、もうさっきお目合わせていただいてちょっと震えてるんですか、緊張で。もっと褒めるとかあったろ。ありがとうございます。はい、おはようございます。しゃっかり宣伝してるやん。はい、おはようございます。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 いや、マジで情報おはようございますしかないよ、この2分。おはようございます。おはようございます。おはようございます。すいません、ちょっとすぐお話しします。何か言って。はい、ありがとうございます。何か言って、本当に。で、それで、これで、まあ、なんでこの活動をやってるかっていうと、もうこの挨拶っていうのが、まあ、なんて言うでしょう、スイミーだと思ってるんですよ。なんて言うでしょう、日本人ってそれぞれやっぱり一人一人が束になることによってなんか強さを発揮するかなっていうのを思ってるので、まあ、挨拶っていう小さなことですけど、それをみんながやることによって大きなムーブメントを起こしていこうという形でやらせていただいてます。よろしくお願いします。挨拶したらいいじゃん。そうですね、そう、なんか挨拶だけ、挨拶って本当に誰でもできることだと思うんですよ。で、自分なんでこれやってるかっていうと、ちょっと待って、これプランですよね。あ、それプランです。これを言わないとじゃん。そうです、すいません、はい、そう、私終わったやん、これ今言っちゃった方がいいと思う。あ、すいません、激おこやけど、多分ピンクの子怒りすぎて足組んでんだよ。お願いです。はい、で、一応プランが3つありまして、はい、で、今度ここに書いてある練りフェスっていうフェスティバルを、まあ、練馬のフェスティバルやらせていただきまして、で、そこでまあ一応今SNS 始めて3ヶ月200人一応集客させていただいて、で、まあ、そこの一応協賛をいただきたいっていうプランと、で、2つ目が、まあ、ビラ配り系 TikTok やらせていただいてるので、この束が一応3000枚ってことなんで 6束ですね。この束6束をポスティングじゃなくてそれぞれ配ると、そのまま直接お配りするっていうプランと、で、3つ目のプランが今この着てる、この練馬ゆうきくん T シャツ、これ裏ラブ練馬って書いてあるんですけど、ここに一応協賛いただいてロゴを入れさせていただいて、毎日本当にもうすでにもう20万人ぐらい3ヶ月やらせていただいてるんですけど、挨拶運動でリーチできるという
なんていうの、もう本当にリアルを大切にして、SNS とリアルをどちらも大切にしたインフルエンサーやらせていただいてます。地方創生ってことですね。そうです。めっちゃリアルなんですね。そうです。もう本当にリアルが。やることはリアルってことですよね。で、リアルでそれ聞くのって、おそらくインフルエンサーの力が強ければ、あ、この人なんて分かると思うんですけども、はい、今おそらく3ヶ月しかやってなくて、フォロワーが2500名弱っていうと、はい、多分、ゆうきさんが行った時に、はい、誰か分かんないでしょ、突然来たっていう状況になるっていうことですね、はい、練馬限定ですかこれ。いや、まあ、練馬限定ではないんですけど。じゃないの違うのこれ選挙出るんでしょ。そうです、まあ、最終ゴールは一応練馬区長っていうと、あ、捕まんで、それやってたら。あ、そうなんですか。あかんか、名前出してやったらあかんよ。そうなんや。そうです、そうです。終わったやん。いや、だからプロジェクト終わったやん。いや、どう見ても選挙する人に見えるから今。いや、まあ、でも最終ゴールなんで、あの、本当にもう15年後とかって。15年後思い描いてます。はい。3000枚って通常のビラで言うといくらですか。普通常ビラ3000枚配る。ポスティングってことですか、はい、ポスティングだったら1枚あたり、まあ、10円いかないくらいですね。10円、じゃあ3万が25万っていうことの、はい、この、いや、それ、その一応あれがなんで22万分が付加価値ってことですよね。付加価値っていうところと、まあ、本当に目を見てやるので、これをポスティングってやっぱ捨てられちゃう可能性もかなり高いんですよ。正直言うと、まあ 95% ぐらい捨てられる。練馬以外でやってくださいっていうのもできるんですか。あ、もちろんできます。あ、じゃあもう渋谷で3000枚、はい、僕のこのなんか広告とか例えばなんか配ってくださいもいけるんですか。できます。はい。あ、じゃあ 手配書とかも配ってもらえるんですか。ああ、それやりたい、それやりたい、やりたい、やりたい。それおもろいな。やりたい。でも許可いるよね。はい、配るのね。あ、そうなんすか。いや、だから営業だと許可がいって、政治活動だと許可いらないんですよ。こういうのは、これ営業だと。いや、だから営業になる、営業で行ったら許可いるし、政治やったら大丈夫やけど、名前やったら捕まるよっていう話。これは非合法プランってことですか。聞いたことない言葉出すな。さあ、それでは参りましょう。練馬ゆうきさんの年始オークション。この人に頼みたいという方はお札を上げください。お願いします。ラファでしょ。あ、上げますね、ラファさん、手配書。片岡さん、坂木原さんも片岡さんの手配書も配れますね。はい、大丈夫です。絶対配る。配ます、やります。はい、じゃあ2社からハマープライスです。ありがとうございます。おめでとうございます。さあ、続いての方参りましょう。お待たせしました、くるみそらさんです。はい、お願いします。イエー、アルフォート一泊じゃ足らない。だって王子から集める300クラウドファンディングに頼む老後、そのおかげでする政権放送インフォブエブシー、意味知らないしマイクなら魔法のステーキ、ミラトブロッポンギチライバクシンチーから女がチッコモロチー、どうも、くるみそらです。パパ活大好き、セフレ20人、元仮面女子のくるみそらです。よろしくお願いします。まあ、これでも27なんですけど、ゴーホーロリやってて、まあ、私のファン層は、ド M なおじさんですね。で、今、ノブロック TV ってご存知ですか、佐久間さんの。うん、あ、知ってます。そのバトーカフェっていうのが今渋谷でやってるんですけど、今そちらでバトーさせていただいてます。で、まあ、私の特技はディスラップと、あとはバトーですね。で、2022年と2023年が私 MC バトル出まくってたんですけど、まあ、ラップバトルですね。で、それで再生回数がなんと MC バトル史上一番私が再生されてるんですよ、実は。ショートなんですけど、その時ちょうど YouTube のショートが流行った時期で2400万再生いって、まあ、それでなんだろう、今のフォロワーに対しての私の知名度があるのにフォロワーが少ないなって思うから、ぜひプロデュースしてほしいなっていうのと、まあ、その自分のコンテンツで伸ばすのが下手で、バカでし、病気なんで。なんで誰か大人がいないと私は輝けないんだってことに気づいたんですよ。で、 MC バトルっていう、その戦国 MC バトル70万人いるところで出ると私はバズるんですね。でも自分のコンテンツでやってもあんまりバズらないってことに気づいて、何かと一緒にやりたいなって思ってきたっていう感じですね。まあ、それで、で、私ゆくゆくは政見放送したいと思ってて、本名出してないです。で、そのなんていうんですか、そのおじさんからパパ活して集めてるじゃつまんないし、なんかこうやってちゃんと知名度ある方たちからゲットしたって、こういうの場があってっていうのでやった方が物語性もあるし面白いかなみたいな。で、私は肥満なんで少子高齢化を改善したいと思って、私は政見放送でフリースタイルで少子高齢化を活性化させようぜっていうラップをしたい。そのためにここに来ました。私みたいな可愛い元アイドルがやったら絶対興味持たれるし、多分エンタメ性にも欠けてるっちゃあれじゃダメだし、ポスターも可愛いブリブリ系でいこうと思ってるんで、よろしくお願いします。薬物やってないです。最後までぶっ込みましたね。すごいな。すごい。最後の一言までぶっ込みました。確認ですけど、梶作さんは親戚かなんて。違うわ。
僕ああいう風に見られてるってことですよ。同じジャンルかな。いや色味似てるだけで色味似てるね。確かに確かに。僕でも知ってましたよ。え、ありがとうございます。SNS でバズられてるので。あ、そう、ありがとうございます。本当に満なんですか。キャッチします。あ、今回は、罵倒していただけるんですか。あ、いいですよ。M ですもんね。あのね、ちょ、サラさん、はい、あの人めっちゃド M なんですよ。ガチですか。はい、ちょっとなんか詰めてもらっていいですか。おめ顔がケンタウロスみたいな。よかったね、嬉しいね、よかったね。まあ余裕ですね、全部即興で、全部即興で。おもろいな。全部即興で。立花さんとかも行きます？よし行くか。あー、親指マンセージ。あのバトーカフェであだ名担当やってるんですよ。あら。だからバトーカフェってここは知ってるけど初見じゃないですか、来るお客さんなんて。誰でこのパンピーみたいな。そいつらに私が即興であだ名つける天才なんですよ。なるほど。そうだからこの間だったらなんかなんだっけ、承認欲求ポカホンタスとかなんかいろいろ言ったんですよ。承認欲求ポカホンタス。そうそう。それで貼ってあげてなんか嬉しかったって帰ってくるみたいな。もともと仮面女子でいらっしゃるんですか。あ、そうです、そうです。ファンもいるっていうことですか。いますいますいます。え、どうなりたいの。どうなりたい、うん、だからその政見放送したいのもあるんですけど、まあ、ゆくゆくはみそのさんみたいな。え、やっぱり。あ、俺めっちゃ思ったよね。おなんかもうみそのに見えてきててずっと。ありがとうございます。え、あ、案件は振ったらやってくださるんですか。やりますやります。てかちなみにラファエルさんの YouTube 出たことあるんですよ。はい、やった。いやでも全然全然私がバズる前だし。いやなんかほんと一般人に話しかけるときたまたま私で、なんかなんだっけ、レペゼントどっちが理人ですかって質問したんですよ、確か。体の関係あるってこと。いや、ない話聞いてるんですか。ないですって感じです。わかりました。ありがとうございます。くるみそらさん、あと普通にタイプな人挙げてください、お願いします。なるほどね。罵倒されたい、案件頼みたいという方、年始オークションスタートです。お願いします。立花さん挙げました。お、榊原さんも挙げました。おめでとうございます。あ、そして松山さん挙げました。お三方、はい、よろしいですね。はい、3社からです。ハンマープライス、おめでとうございます。はい、よろしいです。ありがとうございます。ちなみに今本番中にみそのから LINE 来て、え、嬉しい、可愛いって言っといてって言って。友達なんですか。うん、そう、写真送ってあげたみたい。すごいすごい、やった、ありがとうございます。はい、次参りましょう。続いての方です。ヤギさんです、お願いします。よろしくお願いします。ヤギと申します。ヤギさん、久しぶりです。え、そこもまたなんか関係あるんですか。違う、プロタンさん の動画で見たことあると思いますよ。あのヤギさん、あのリストをあの流出した方ですよ。流出したんですね。はい、あの方ですよ。もともと、あ、現在、ごめんなさい、 YouTube とかあの SNS を通して、まあ、美容クリニックさんだったり、まあ、飲食だったり不動産とか、まあ、いろんな案件とかお仕事は個人でいただいている形で今活動しております。もともとプロのバレリーナが本業で全然 SNS は関与してなかったんですけど、まあ、そのお付き合いした方がちょっとその有名な方で、でそれがきっかけで YouTube に参加することになりました。で彼のサブチャンネルを使って、1年間でちょっと15万人登録者が増えたりとか、まあ、再生数も10倍以上上がって、まあ、すごいコラボっていうか2人のその、まあ、彼女だったんですけど秘書として出てたのが、まあ、バズって、まあ、うまくいってた感じです。で今個人になって、まあ、ちょっとその炎上とかもいろいろあったのでまだ5万人弱ぐらいしかいなくて、であんまり個人で自分が発信したいこともあんまりないのでちょっと今さまよっていまして、なのでまた社長さんみたいな方の秘書誰どなたかのなれたらなと思って来ました。プロタンと同じ関係になれるんですね。同じ関係。はっきり言ったプロタンで。これだけごまかしてんのに。そうですよ。あ、でもラファエルさんも4回ぐらいコラボさせていただいてて、はい、コラボってどういう、どういうコラボ、コラボはコラボでしょう、撮影ですよ。どういうじゃないですよ。どういう撮影ですか。川原さんもありますね。え、川原さんもある。僕あのプロタンさんがなんかいろいろなってる時に相談を受けてます。HR 業界の革命家、ネクストレベルホールディングス株式会社代表、川原義嗣。あ、そうそうそう、お二人に相談してた。あ、なるほどね。秘書、秘書希望なんですよね。ただ秘書商業はほぼできません。そう、実績付けに秘書できないんですよね。ちなみにあのがっつりその
資格持ってる秘書さんとかは皆様雇えるじゃないですか。で、私ができる秘書みたいなのがちょっと彼女ポジションじゃないですけど SNS ね、そうですね、とかあと社長さんって疲れが溜まってると思うので、まあ癒しだったりなんか危ない気にするな、まあ、愛情っていうか危ない気にするな、なんかぼかしてますけどなんか危うい感じな、危うくないですけど。あ、でもプロタンさんがこう落ちてった時あったんですよ YouTube で、伸ばしたのはほんまに彼女です。いやでも結構多分ですけど、普通に案件も受けれるんですけど、転職も普通にしたいし、フルタイム出勤もできるし、まあ、そうただ普通に出勤するだけじゃなくて SNS で使ったらワンチャンバズれるんじゃないか、プロタンと同じような使い方ですよね。そうですね、まあ、それが一番使い方いいですよね、はい、伸ばしたい社長は、はい、ガチで今回そのプランですか。んガチで本当今のプランですか。一社だけってことですね。一社だ、オンリーワンだよね。でも、まあ、案件やったら OK みたいな。一つ思ったのが、今なんか彼女オーディションとか流行ってるじゃないですか。でちょっと撮影させていただいたんですけど、はい、え誰え誰よ。もうすでに林か。あ、はい、お前静かやな。また静かじゃん。お前か。いやいや彼女オーディションの代わりの、私がちょっとおこがましいんですけど、社長オーディションみたいな形でもし何名か今日いらっしゃったら、お互い居心地とか大事じゃないですか。一番フィーリングとかで、なんか得意なのが例えばマッサージとか、まあ、いろいろ得意なことあるので。ネオさん真っ赤になってるそこで振られるとは思わなかったね。オンライン不動産のパイオニアにして多数の事業を手掛ける起業家 YouTuber ラファエルとともに、法人向けの福利厚生サービスあなたのスマイルを手掛け、宿泊施設エタニティアパートメントホテルグレイスホテルを都内に数十箇所運営する不動産の専門家、株式会社ネオホールディングス代表ネオ。ご自身の企画で社長オーディションやったってこと？あ、でちょうど企画でちょっと前に撮ったんですよ。その社長オーディションやられた時にいろんな社長、社長オーディションっていうか、はい、社長、あ、秘書を探してる社長さんみたいな感じで紹介されたみたいな、軽く飲食店、そのペイ社長の飲食店でえペイさんも、はい、ペイさんの焼肉屋さんでやったの。あれ待って、なんかインスタに写真上がってたやつ。あ、そうです、そうです。見たわ。見た。あ、俺も見た見たわ、はい、ペイさんごちそうさまでしたのやつね。ペイさんのね、国に来てますっていう。そうです、そうです。ここ関係なしに先にそれをやってたんで、ちょうど他にもし候補の方がいらっしゃったら、その何人かと社長さんと、まあ、対談でもいいですし、まあ、本当に過ごすでもいいですけど、そういう過ごす過ごす、俺が過ごすみたいなのやめてほしい。そういうの、社長秘書として、まあ、一緒に共にちょっと過ごしてみて。過ごすの定義って何？マッサージ料理が得意だという八木さん、はい、ご興味のある方お札をお上げください。お願いします。うわー、榊原さん早い。広報担当だから。いいんですか、終わりますよ榊原さんと会長だけですね。マッサージ料理し放題ですよ。あれ、よし上げてんじゃんそれ。あ、俺こっそり上げてたんだ。上げてた、上げてた。よしさん上がってる。僕でもそっち側座ってたら絶対上げますよ。いやだって僕も札欲しかったですもん。ちょっとあんまないよ、なんか不安なんか上げてるなんか微妙なやばい。いやそんなやばいよ今。めっちゃ言い訳させて、はい、見つめてこられたのよ。そうするとなんか脳の前に脊椎が上がった。ちょっとカジサックにもやってみて。何やねもう。何これ。そうそう、上がった上がった上がった。あれ上がった、ヒグマさん上がった。あ、勝手に上がった。ちなみに僕のことをいじっとった境遇もずっと上げてましたからね。実はね。ここで持ってたよ。僕がこうやってる横でこいつも上げてましたからね。4番5番上がってます。6人で。はい。6社さん一緒に暮らしてください。続いての方です、インフルエンサー枠最後の方です、セントラルドグマ大野さんお願いします。はい、入る。はい、どうも、セントラルドグマ大野と申します。よろしくお願いします。急に入りのあやつ。私ですね、セントラルドグマ大野として TikTok とインスタで〇〇をトップセールスマンが〇〇を売ってみたという企画でバズっておりまして、総再生1000万回以上再生されてまして、で実績としましては高校生の時にピカソの名前を噛まずに本気で言います、ピカソ。これが
体感で3億再生ぐらい してるんですよ。体感でね。体感でも知らない人はいないぐらい。実績値は？実績値、あのもう聞いたらあ見たことあるって言われます。それは実績値じゃないです。はい。で、高校生の漫才の大会でじゃない、ね、高校生の漫才の大会で日本一を取りました。ハイスクール漫才という大会でオール巨人師匠に100点に近い漫才と言われまして、で県民栄誉賞を受賞してドキュメンタリー1時間の全国放送にも出まして、うん、漫才協会に入ったんですけども、ちょっとやらかしてしまって、で高知に帰りました。そして上場企業の営業として日本一を取りまして、でそこで令和の虎に出まして、晩中村さんにボコボコにされまして、うんうん、炎上してちょっとあの再生回数200万回再生ぐらいされてて、あのショートでもめちゃくちゃバズってまして、うん、で、令和の虎にもう一回出させてもらって、ラファエルのカレーパンを飲食店に飛び込みで営業して1年間50万円でメニュー追加してくださいっていう営業もしてました。契約も取ってきてね。で、で、だから僕はいろんな企業さんのサービスとか商品とか売る自信があります、うん、そのコンテンツ自身自体に関して、その商品を売るところを動画に出したりとか、社長さんにいろんなものを売ったりとかすることができますんで、虫かご売ったりとかコンクリートを売ったりとかしてますんでよかったらもうあの成果報酬で大丈夫ですんで、1個売れたからいくらとかそんなんで大丈夫ですんで、もうほんと0円からでいいので、あの皆さん、あの何でも売る札を上げていただけたらと思います。よろしくお願いします。すごい、すごいね。さあ何でも売るという方登場してきました。いやすごいですよ、その、うん、なんか遠藤さんって人に確か鈴木さんのハンコを売るみたいなのがありますね。あ、そうですね、あのそう、遠藤さんに鈴木さんのハンコを絶対買わないじゃないですか。でも売ったという。どうやって売ったの、その遠藤さん。いやそれはもう動画見てもらって。いやもう動画見たら分かります、うん、見てもらったら分かるんですけど。あ、なるほどなとは思ったけど。そう、でもラファエルのカレーパンだけは売れなかったあれはね、契約取ってきたでしょ。いや、あ、もうあれしかもう無理で。いやもう、いやでも僕疑ってますよ、実績あんまりほんまなかったんちゃうかなって。え、何ですか、それは例の人の影響。いやまあそういうわけじゃないんですけど、いやちょっとねクレームがあって、ちょっと今回ラファエルに、お、ちょ、あの商材が悪すぎた。確かにね、はい、カレーパンは、ね、いやでもそれをここで言っちゃうと他の人が売れなかった時も同じこと言うんじゃないかなって社長思いますよ。確かに。いやいやいや、商材はいいので、商材が劣悪商材。じゃあ何の商材やってます。じゃあネオさんは。ネオさん何の商材やってます。で知らない。いやだから、そうだから聞いて、それはいいなと思ったら売らせてしまう。営業マンとして多席は多分良くないと思いますけどね。あ、いやいやちょっと聞いてください。でもこれ悪いと思いますよ。だってセブンのカレーパンの方が絶対いいんですよ、ラファエルの。しないぞお前。お前ふざけんなよ。麻布十番に出してたでしょ、うん、今まあ潰れてるじゃないですか。潰れ、大阪に出して潰れてて、でそんな麻布十番っておしゃれな街で、うん、あんなでかいカレーパン食べ歩きで女の人が買いますかっていう話。確かに買わない。買わないじゃないですか。歯にはさかるじゃないですか。間違いない。はさかるじゃないですか。はさかってべちょべちょになるし、ルーも少ないんですよ。ルー少ないで原価も高いから、メニューで入れようとしても、あと3分しかないぞ。1日7個売らないといけないというのが絶対難しい。無理だって。そう、もう店側がかわいそう。ほんまやな。だって浅草と出てるんですよ、聞きに行ったんですよ、1日1、2個しか売れてない。嘘つけアホか、アホか。10個も売れないみたいなの聞いて、もう本当に劣悪商品だったんで、もう営業はやめてます。じゃあ永井さんの商品はもう商品力もないし、マーケ戦略もなかったし、実際口コミも悪かったっていうところの、だから片岡さんは飛んだんですよ。なるほど、よく言った。未来が見えない、未来が見えない。見てるか片岡、そういうことや。だ片岡さんは悪くないな、はい、未来が見えなかった。いや片岡絶対悪いやろ、あれは。お金盗んでんねんから。片岡さんは悪いけど、あと2分しかないぞ。なんかさっき売れないプレゼンがめちゃくちゃうまかったから、はい、売れるかな本当にって。売れますよ。ディスるのがめちゃくちゃうまかったんで、本当にこれ逆に良さ伝えれないじゃないっていう。伝えれます、それはもういけるやんな。いけます。だから京極さんだったら100均のハサミ。俺ラグジュアリーって言ってるんだよ。でだから100均のハサミ売ったらおもろくないですか。でも100均のハサミが正直売ってるわけなんで。売りたくない。でも買うんですよ。買わせれる。買わせれる。いや、ちょっと一回絶対営業得意じゃないですよ。ちょっと一回ハサミはもうちょっと売ってみて。いいですか。これもいいですか。あ、じゃあハサミ売って。あの100均のハサミなんですけど、これ、まあ、いらないじゃないですか。ね、いらない、買わないじゃないですか。でも京極さん、あのこれ知ってます。工房筆を選ばずという言葉を知ってますか。知ってる。だからそのスペシャリストはですね、どんなハサミでも
かっこよくできるわけですよ。100均のハサミでかっこよくできないんですか。その前に、はい、だって俺世界一の美容師だから、はい、何使っても価値出るよ。そうですよね。だから100均のハサミを買っていただいて。だから別にあなたから買う必要ないじゃん。あ、な、でもそのコンテンツがバズったりとか、僕から買うから。バズるとか、ね、売るの売り上げ作りたいじゃん。数字を作りたいわけじゃないんで、売るのプロだから。そうです。100均のハサミを僕は今売ってます。今言ってるのは動画がバズるっていうのをコンバージョン目標として設定してるだけであって、はいはい、実際に多くの人は買いたいってならない。動画がバズっても意味ないじゃん。だって100万再生がバズっても物1個も売れなかったらその動画の価値ってゼロだと思うんだ、はい、そのあなたのスタンスからしたら、ね、はいはいはい、でもさ、今あなた数字だけしか追求してないじゃん。あ、いえいえいえ、なので100均の今ハサミなんですけど、大野くんもう負けやてそれ無理やて多分。あと一発芸はやった方がいいんじゃないですか。一発芸ですか。あの売りの方もあるじゃないですか。そしたらユースとカジサックさん笑わさせてもらって。あ、全然全然そんなことよう言えんな。芸歴なんねえよ。ちょっとボール投げるんで、はい、ちょっと取ってもらってもいいですか。僕取ったり、うん、はいはい、はい、ほらナックルボール取った。大野くん負けやて笑ってないんだもん。だって俺おかしい、ね、ただ僕はすごく魅力を感じてます。大野くんめっちゃいい匂いがする。それではセントラルドグマ大野さんの年始オークションを開始したいと思います。一緒に仕事をしたい、案件頼みたい、つながっていたいという社長の皆様、お札をお上げください。おー早いな、吉さん。おすごいすごいすごい。梶作さんも上がりました。今日ゲストでお越しいただいてます。ありがとうございます。川原社長。ラファエル、ラファエル。俺はもう繋がってるやろ。立花社長も来てますね。あ、そして柴田さんも上げてます。一番上がってる。はい、竹内さんも上げてる。確かに一番上がってる、ね。京国さんも上げている。すごい。素晴らしい。おめでとうございます。カジサックさん、ちなみにどういうあれで？いや、なんか企画なんぼでもちょっと作れそうやなと思って、結構幅広くいけそうだなみたいな、はい、あとうちのチームスタッフがちょっと今後こういうもの売りたいっていう話も実はしてたりしたんで、そういうのとなんか一緒になんかできたら面白いかなとか、ぜひお願いします。面白かった。おめでとうございます。ということでインフルエンサー枠は見事全員合格ということになりました。マッチングおめでとうございます。おめでとうございます。年収オークション、さあそれでは第12回年収オークション第2ステージは一般の枠です。それでは参加の皆様どうぞ。失礼いたします。失礼します。失礼します。失礼します。言ってない。失礼します。はい、という5名の方お越しいただきました。 お座りください。失礼します。失礼します。それでは第2ステージ参ります。最初の方です。大学4年生です。のすけさん、よろしくお願いします。東京都から参りました。馬と船が大好きな22歳のすけでございます。よろしくお願いします。馬、本日私は自分自身が目が悪いのと、まあ、もう障害という疾患を抱えているのが2つありまして、それを踏まえた上で22年間他の同級生とはちょっと違った22年間歩んできたというので、そういうやっぱりいろんな目があったので、その目を乗り越えて今回このような機会に臨んで、自分の価値というのは本当にどんなものがかというのを知るためにやってまいりました。まずそうですね、経験としましてはメインのアルバイトがスーパーでの品出し業務と商品のレジ打ちですねをメインでやっております。私の特徴というか特技ですね、記憶力が優れているので、まあお客様の顔、あとはよく買われるもの、あとは道を尋ねられたらその道をすぐ答えられるように、その働く場所の前もって、まあ、ラウンドマークじゃないですけど目立つものを覚えておく、でそのまでそれに行くまでの道のりを提案するといったものも私はしております。私の夢、私の夢としましては親孝行が私生活の中で夢となっております。22年間少なくとも22年間は迷惑をかけて育ててもらったので、その恩返しというわけでマイホームではなく老人ホームとのお金を稼いでいいところに住ませてあげたいという思いでここに立っております。本日はよろしくお願いいたします。はい、2分間のプレゼンありがとうございました。お願いし、さあ5分間の質疑応答ですが、差し支えなければただその障害の部分だったりとか、はい、目が不自由というのは どの程度のものなんでしょうか。目の方はまず最初に眼振といいまして、目が揺れる
黒目が揺れるところですね、目が震えると書きまして眼神なんですけど、そちらがちょっとまあ先天性のもので生まれた時からありまして、目がプルプル震えてたりとかしてるんですけど、まあ、近くで見ていただければ分かると思うんですけど、目が震えています。でもまあ、そんなに気にはならない、気にはならないと思うんですけど、やっぱりまあ1対1の、まあ、面接とかの時にちょっとね、いいイメージを持たれるとかなかったので、今までそういうのを踏まえて今回。ご自身もちゃんと物見えないってことですか？目自体見えてるんですよ。見えてはいるんですけど、視点が合ってないと勘違いされてしまって。あ、勘違いして、あ、普通に見えてるんですね。見えてます、はい。今ってそれっていうのは就活をしつつこの番組ですか？はい、そうです。就活の一個の手としてぐらいのイメージですかね？そうですね。あ、そういうこと。はい、就活もしかり、こちらの番組さんもしかりということで、2つの同列、まあ同列ですね。同列ですね、はい。今の大学は何を勉強されてるんですか？そのどの専攻という部分で。何専攻で？臨床心理の専攻で、心理学を専攻しております。心理学、はい。なんでそれ選ぼうと思ったんですか？臨床心理学っていう。ちょっと待って、このまま行くと魅力言えずに終わってしまうので、はい、これなんか無駄な時間に多分なってしまう気がしていて、はいはい、多分すいませんね、無駄な時間で申し訳なかった。違う、彼のベースの基本情報はあるんですけど、彼の魅力は多分ここ、いや、もっと有意義な質問してもらおう。あ、じゃあここにあえて来てるっていうのは、多分就活との別の多分価値も感じてらっしゃると思うので。そうですね、やはり自分の、ね、ただ逆に言うと来てる側も全員そう思ってると思うので、多分普通の就活でやってしまうと多分ここ誰も取らなくなってしまう。なんでうちはもう普通の就活じゃ取れないような、私はここが強いですだったりとか、はい、ここが魅力ですっていうことを一旦言っていただいた方が、はい、そこから話が広がる気がします。ありました。まあ、ひとまず初めに言いますと、私目が悪いと先に申しましたけど、それも記憶力の方が発達してますので、記憶力とまた耳ですねの方が発達しますので、耳で聞いたものとか、あとは覚えた目で見ずに耳で聞いたものを自分はすぐ覚えて。どういうポジションは向いてると思いますか？ポジションとしましては、やはりそうですね、営業職の方に向いてるかなと思ってます。営業職向いてる、はい、営業ですか、はい、何営業？そうですね、法人営業じゃなくてやっぱり個人営業、うん、あ、じゃあ小売りがいいってことか。はい、多くの人とそうですね、関わって。やはり逆になんか自分がここの会社やったら自分ハマりそうやなみたいなところはどこなんですか？私、榊原社長のマーケティングの方にちょっとエンジニア系の方に興味がありました。将来的にはそういう榊原社長の元のようなところで働きたい、はい。じゃあもう榊原のところでいいですか？それは運営が決めるんですよ、今からオークションで。竹内社長のところでも興味ないですか？インスタマスターね。お、インスタマスターさん、インスタグラムの仕事特化です、うちが。売上に全力コミット、全ての発信者に売れる力をご提供、インスタマスター竹内優希。SNS の中でもインスタグラムです。インスタグラムと言いますと、どのような、例えば自分拝見はさせていただきましたけど、代わりに投稿したりとか多いですね。ストーリー上げたりとか、撮ったりとか。例えば現地にいて写真を撮るみたいな。いや、基本は現地はないです、うちは。わかりました。いや、面白そうです、それも面白そうですね。ほんまに分かった今の説明で。それではのすけさんの年収オークションスタートです。お願いします。300万円。ちょっと限定というか300万でいけるかわからないですけども。榊原さん300、はい、いただきました。300万円。他いらっしゃいませんか？まあ、両思いだしね、これはね。他よろしいですね、はい。それでは300万円で榊原社長落札です。ハンマープライス。それでは社長からも交渉の。そうですね、実際に、まだ不明確な分が多いですけども、一旦私指名でしたので、最終面談させていただいた上でにはなりますけども、はい、SNS に興味持ってるというところと、まあ、若いので SNS のリアルタイムの世代ではあったりはする、まあ、ただそこが本当に得意かどうかは少し今懸念点ではありますけども、一度お話はさせていただきたいなというところでした。はい、はい、それでは決断の時です。榊原社長挙げてくださいましたが、そことマッチングしたいということであれば握手を社長としてください。はい、のすけさん決断の時です。お願いします。はい、あ、行きますね、行きます。早い早い、榊原さんと結ばれました。言ってましたか。さて続いての方です。こちらはですね、お子さんの養育費をしっかりと払うために年収アップを目指したいということでいらっしゃってます。北田康介さん、お願いします。はい、よろしくお願いします。皆さんの中でお仕事で一番大事なものって何なんですかねっていう思ったところで、私の中で一番大事なものは楽しむことだと思ってるんですよね。なぜ楽しむっていうのも波があると思うんですよね。
時でいい、しんどい時にこそ私の中では楽しむことが一番大事だと思っております。その中でなぜしんどい時にこそ楽しめるのかと言いますと、今まで、ラグビーをやってきたことであったりっていう部分で、その時にこそしんどい時にこそ頑張るであったり楽しむっていうことが今まで一番大事でありました。その中で、なぜここにご参加させていただきましたかと言いますと、今回は、和人社長の推薦でご参加させていただきまして、なぜそういったお話になりましたかと言いますと、今先ほどご紹介でもございましたが、子どもの養育費を払うためであったり、やっぱり男なら稼ぎたいという、お金を稼ぎたいというところで今回参加させていただく経緯にあたりました。その中で、この機会に関しましては、今回の年収の金額ではなく、お金を稼がしていただくための勉強の形となりましてと私の中では考えておりますので、なのでおいくらの金額でも僕は大丈夫だと思っています。それこそ極端に言えば年収240万円だったとしても私の中ではいいのかなと思います。それはお金を勉強させていただく今後のところで、今回落札していただいた社長様に、稼がしていただく、将来的には1000万円を稼がしていただくような人間に育てていただけるという私の中では期待を持って、今回やらさせていただきたいな、参加させていただきました。ですのですいませんけどよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。かなりの今聞いたように覚悟をお持ちで、現在の年収が375ぐらいということですから、はい、それよりも下がってでも、はい、社長様のもとで働きたいという思いを伝えていただきました。はい、今アマゾンの業務、はい、アマゾン社で働いている。いえ、アマゾンのその1個二次団体になるんですかね。あ、はい、これ大阪以外どこでも働けるんですか、全国。可能であれば関西がいいとはいうところはあるんですけど、それ以外のところでも全然、はい。今可能っていうのは引っ越して来れるってことですか。はい。ああ、都内に普通に来れるってことですか。はい。ああ、じゃあもう坂木原君のところで。じゃあ僕もいいですか。倉庫のその要するにスタッフを管理して倉庫全体のマネジメントのノウハウがあるということですね。はい、マネジメント自体は、はい、将来的にはだから起業して儲けたいっていうのももちろん選択肢にあるってことですね。選択肢にございます。それを自分がどういう職種が向いに向いていて、はい、それをまあ発見して、はい、でその時にどういう形で会社を立ち上げたらいいとか、はい、そういうことを勉強するっていうのを数年間欲しいって、そういう感じだよね。そうですね、はい、はいはい、それでは、ね、養育費も大変でしょうし、年収夢は1000万という言葉も出ました、はい、一緒に稼いでくださるということですので、取りたい企業の皆様はよろしくお願いいたします。北田康介さんの年収オークション300万円からスタートさせてください。お願いします。300万円。300で、お、河原社長300上がりました。28歳、まだまだね、働けますし、ラグビー部出身ということですから体力もあります。いかがでしょう、300万。もう一声、他の方よろしいですか。はい、オンラインもいらっしゃらないですね。はい、河原社長、ハンマープライスです。おめでとうございます。さあ、それでは河原さん、どんなところに魅力を感じて、どういう仕事をさせたいというふうにお考えでしょうか。まあ、そうですね、まあ、お子さん養育費あるっていうので、幸せにしたいという気持ちが多分あると思いますので、まあ本当にめちゃくちゃ頑張ってくれたらどんどん伸ばせる環境なんで、はい、本当にまあそこから始めてもらえたらなと思ってます。はい、まあ、事業自体はスキマバイトっていうその人材系の会社です。はいはい、で大阪でも東京でもどこでもできるので、はいはい、もしよろしければお願いします。はい、では決断の時がやってまいりました。川原社長のところで働きたいということであれば握手を求めてください。お願いします。北田さんです。お、行きますか。来た、行きますね。ありがとうございます。もう最後汗びっしょりでした。おめでとうございます。さて、続いての方です。現職看護師からの転職、そして年収アップを目指していらっしゃいます。川野咲さん、はい、お願いします。お願いします。25歳、看護師やっております川野咲です。私は看護師今4年目なんですけれども、まあ、今一般科に転科するか転職するかすごく迷っていて、でも自分の好きなことを仕事にしたいなと思ったので、今回年収オークションに参加させていただきました。私は母子家庭の4人兄弟の長女でして、母親が拡張型心筋症という心臓病を抱えているので、母親と兄弟を今の会社には家族扶養に入れてもらってます。
なので2番目の弟が今高校生なんですけど、その高校生の弟が大学卒業するまではしっかり働きたいなと思っています。なので年収は今よりもちょっとアップして400万以上が目指せたらいいなと思っています。で私の趣味がゴルフで、カジサックさんの動画をたくさん拝見させてもらって、いつも、はい、ありがとうございます。で、遠藤さんとの壮絶なバトルとか本当大好きで、いつも本当に癒しとなってます。で、カジサックさんのトレードマークのそのジャージでゴルフされてるところとかを見て、ジャック・バニーとのコラボしてるのを本当に羨ましいなって私も思ってて、私もいつかパーリー・ゲイツとコラボできるような、まあ、クリエイターになれたらいいなとも思っています。となんですけど、残り30秒、まあ、これから転職に向けてなんですけど、看護師の免許も少し活かせるような、まあ、仕事がいいなと思っていて、私観察力も結構もある方だと思うので、その持ち前の、観察力と、あと学生時代、クリニックのジムとかやっていたので、その残り10秒活かせたらいいなと思っています。で芸人さんが大好きで、トータルテンボスの寿司ボーイズだったりとか、シュンピーさんが好きなので、よろしくお願いします。かわいい。ちゃんと2分ビシッとね、お願いします。お願いしますという看護師のスキルも生かしたいというお話もありましたし、あとはゴルフにね、とても興味がお持ちでと。今少しやりたいことがもういくつかあったかなと思っていて、はい、看護師を生かして何かをやりたいっていうところ、あと途中クリエイターになりたいっていうところ、はい、あとはやりたいことがしたくて応募してきたっていうところがあったと思うんですけど、はい、実際どこですかこれは。今やりたいことは、今やりたいことはもうYouTuber になりたいなぐらい。そこなんですね。じゃあもう家事ゴルフチャンネルでもいいんじゃないか。家事ゴルフチャンネル解説してないですわでも YouTuber になりたいんですよね。であれば例えば弊社とか竹内社長のところとかであれば、そこに所属してしまうノウハウは持ってると思う、まあ、ちょっとインスタメインですけど、でも YouTube も持たれてると思うので、そこで働いて、はい、例えばですけどね、はい、弊社の持ちの YouTube チャンネルとして作って一緒に出て、はい、ここを例えばレベニューするとか、こういう考えはあります。とかうちの事務所所属にするとか、もうすごくあって、ただ本当自分で編集する能力がないから、やっぱ誰かに手伝ってもらいたいっていうのもあって、でもやっぱ友達というかそういう内輪のもないので今回応募したっていうのもあるんです。それありやったらいいよね。あとなんかその YouTube やってる人でスタッフが飛んで今人困ってるとかいうチャンネルもあったらその方いらっしゃいましたっけ。人困ってないですね。さあそれではクリエイターとして、まあスキルはね後からどんどんできていきますから頑張れば、はい、ありがとうございます。クリエイターの夢もあるという川野咲さん、300万円からの年収オークションとさせてください、はい、年収オークションスタートです。300万円、一旦つながるっていうところであれば、要相談で、その条件だったら全然、はい、はい、2社上がりました。お二方上がってます。よろしいですか。では、あ、もう一方、はい、お、上がりました。竹内さんからも上がっています。はい、クリエイター枠というところで3社から上がりました。ハマープライスです。それではそれぞれプレゼンしていただいて、ご本人がどの方と組みたいかというところを決めていただきます。最後に挙げた竹内さんからいきましょうか。そうですね、なんかインスタグラムももちろん特化してるんですけど、まあ、一応 SNS 全体も結構触ったりしてるんで、代わりに投稿してるんですけど、ちょっとさっきの話もありましたけど、まあとりあえずは僕だったらインスタとかを頑張って伸ばして、まあ、YouTube チャンネルとかいろいろ宣伝してって、まあ、YouTube のちゃんとノウハウを学んでっていうので働いていただければまあいいかなと僕は思ってます。さあそれでは川野咲さん、決断の時でやってきました。お願いします。迷わず竹内さん行きました。すごい、おめでとうございます。すごい竹内さん、すごいすごい。さあ4番目の方参りましょう。この方はですね、発想力は世界を激震させるセンスが自分にはありますというふうに豪語してらっしゃる、まだ25歳、楽しみです。高橋大輝さん、お願いします。ジャパニーズクレイジージニアス。ほらもう始まった。おーマイガー、ラグジュ。高橋本気大輝ですよいしょなるほど、okay、なるほど。まあ、早速ちょっと自分語りから始めさせていただきます。僕は15歳の時にエミネムさんの
ラップゴッドを聞いてからヒップホップの世界にのめり込んでしまって一生抜け出せないと思います。で、19歳の頃から作詞活動を始めていて、その頃に並行して、イベントの主催者として活動してきました。私がその活動の中で日本のヒップホップのシーンに対して思ったことは、海外の輸入に頼りすぎているということがめちゃくちゃ大きい問題だなと思いました。で、この問題を解決してもっと日本から海外に輸出することができれば、日本のヒップホップシーンの可能性はもっと底上げされると思っています。で、この目的を達成するために僕は最低条件で3つ必要なことがあると思います。その中で1つ、あれ1つ出てこなくなった。テイク2だった。1つ、残り30秒。え、あのあ、これネタの一部あ、そうです。ヒップホップの、カルチャーに適したファンビジネスの新たな、確立が必要だと思います。2つ目で、業界一のイベントを来年に主催して来年、大成功することが必要だと思います。3つ目はちょっと出てきません、すみません。僕と一緒に、ヒップホップの世界が変わるところを、同じ景色を見れる社長様がいらっしゃいましたら、本日はよろしくお願いします。すごいな、ヒップホップの世界を変える。今日はラッパーは誰かいました？あ、さっきのバットガールいたね。あ、バットガールね。あれと組むんかい。あ、でも一番近いのは吉さん。そうですね、芸能事務所。違う、だからそのラッパーになりたいわけじゃないですもんね。僕はアーティストとしても活動していきたいと思っています。なんかいけるんですか？ラップですか？うん、やってみてよ、即興ラップ。ヨー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 、オーイエ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 イ。ないものはないのにさ、探し続けてる連中一人、まばり同じような匂いの貸し買ったりからまったり組んでる足元向いてる。明日また明日も怠惰と砕いた表現に参した。でも大した結果でない、今は燃やしたら全てが灰になる。ちゃんとやってる。すごい、かっこいい。全然やってて、かっこいいや。即興え、今考えた歌詞、どっかの歌じゃなくて、なんか自分のリリックの中でパーツがあって、それをちょっとつなげてってる感じです。すごいやん。オリジナル？オリジナルです。すげえ。自身でアーティストもやって、ただ裏方というか運営もやっていくっていうイメージってことですか？はい、そうです。そもそもヒップホップって言いながら、だって職種全然違うことやってますよね。はい。今のところに働いたままでヒップホップ活動とかタレント活動するのはダメなんですか？はい、ダメです。いや、まずここに来たことが素晴らしいと思うし、昔僕が聞いたことあるのは、めちゃイケの AD さんが、もうフジテレビに入社してるのにもかかわらず、岡村さんの EXILE の企画、皆さん知ってますかね、うん、それのリハーサルで AD の子が、ちょっとダンスをかじってたからっていうことで踊ったらしいんですよ。そしたらそこの会場が、まあやっぱり EXILE ですからすごいですから、そこでなんか昔夢だったダンスの夢を叶えたくなったって言って、その日でフジテレビを辞めたらしいんですよ。そう、辞めました。あ、知ってます？僕の後輩です。そうすごっ。その話とかも聞いたこともあって、であなたもそうですよね、おそらくね、今やってる仕事をもう辞めて、やっぱり夢を諦めきれないからっていうところで、はい、そうです。僕は立ったことは素晴らしいと思うんですけども、もっとなんかアピールした方がいいんじゃないかなって。今のままだと何右手上げてくれてんの？そうだよ、一生受け継いだ。こっちやったらいいけど、今前道の方やったからはい、あいよみたいな、こっちにしてよ。じゃあさあ、それでは新しいヒップホップの世界を構築したいという高橋大輝さん、まあ、夢はいいけど ね300万円からの年収オークションスタートとさせてください。お願いします。300万円、ちょっと具体案がなかったのが弱いのか。まだ社長ファイトクラブの方来てほしいですけどね。そうかもしれないですね。難しいですかね。オンラインの方もちょっといらっしゃらないようですね。それでは残念ながら終了です。ごめんなさい、残念でした。はい、また次回お願いします。第2ステージ最後の方です。5番目の方です。黒服のバイトをしながら大金持ちになるという夢を叶えるためにやってきました。25歳、原圭介さん、お願いします。原圭介です。よろしくお願いします。高校までですね、一応硬式野球をやってました。忍耐力に関しては自信を持っています。
なぜここに来たかと言いますと、僕は中学校の3年生で1型糖尿病という病気にかかってしまって、今現在も転職活動に関しては1型糖尿病が原因で採用されないっていう部分が多かったんです。ですがここに来てちょっとチャンスをつかめたらなと思ってここに来ました。職種に関しては全くこだわりはないです。とにかく今より年収を上げたい、それだけのために来させていただきました。で、一応職歴で言いますと工場を1年間やって、その後塗装業を4年ほどやりました。今現在は黒服のバイトをやっております。まあ、とにかく僕は今の年収より稼ぎたいと思ってここに来たんで、どうかよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。でも1型糖尿病がネックになるっていうのもひどい世界ですよね。確かに。どんな感じなんですか、その症状は喉乾いたりとかいろいろありますけど、あれでも1日何回か打てばいいだけですよね。はい、皮下注射ね。一応高校野球もそれで3年間やってこれたんで。そうですよね。へー、すごい。ただ僕はそれに対してそのプレゼンが甘かったと言いますか、それがネックで仕事できませんよっていうふうに判断されたんで、まあ僕のプレゼンが良かっただけだと思って。それ毎回就活で伝えてるってことですか。伝えてます。例えば松山さんとか IT やったりするし、 IT とかね、夢がある会社やけど、今日ねエンジニアさんとかいたら取りたいななんておっしゃってましたけど。そうですね、ちょっと教えてもらいたいんですけど、はい、どうしてお金持ちになりたいのかなっていうのが気になります。IT エンジニアを派遣し、お客様のシステムを構築するプロフェッショナル集団、株式会社ガガ代表松山歩む。まあ、僕ちょっと性格が悪くてですね地元の人間たちに対してすごい上から見下したいんですよ。その俺はこんぐらい稼いでるぞ。シンプルに性格悪いってこと。坂地原正直やんか。ちゃんと性格悪い。性格悪いっていうのは別にネガティブな言葉でとしてお伝えしてるわけではなく、そういうマインド。シンプルに悪かったもんね。まあ、そういう野望があるんです。ひょっとしたらいじめられたりしてるかもしれない。そうですね、はい、それがあってのっていうこと。そういうのあったんですか。全くないです。ないんかな。ですって松山さん、何かそのまあ、そうやって人を見下されるために、何かこう努力されてることとかってあるんですか。努力っていうかですね、とにかく舐められないように今までやってきたんですけど、やっぱこういう年になったんで、まあ、今は金稼ぐのが一番バカにできるなと思ったんで、まあ、そういう意味も込めて。バカにしたい。とにかくバカにしたい。とにかく人を上から僕は見つけたいんですよ。気持ちいい。じゃあ自分の中でさ、いくら稼いだら見下せるの。確かに、うん、年収でって言ったらね、うん、じゃあ年収いくらあったら人を見下せるって思ってるの。まあ将来的に考えて1000万以上稼げたら見下せるのかな。あのね、自信持って人を見下せるのかなと思って。年収1000万で人のこと見下しとったら周りになんか怒られんだよ。あのね、あの年収1000万見下せる人は小学生ぐらいだよ。うん、見下した後って何かあります。とにかく負けたくないんで。誰に。今はまず地元の人間です。最後にでも何か言っていただかないとこれとよく分からなくなってしまう。全然林社長とかとか全然いけそうよね。ちょっと興味あるんですよ。ただ見下すっていうところって逆に確かに不動産良くないですか。めちゃくちゃいいと思う。でも雇って給料1000万上げたら見下されちゃうの。いやでも見下してるぐらいだったら逆に僕が見下しちゃうんです。それはこれで見下しちゃうんだなっていうふうにこうなんかちょっとかわいそうって思っちゃうんで、そこはちょっと今後大人になっていく中で、はい、でもそこまでいったら多分気づくんですよ。まあ、まだ25やから、はい、そうだね。今の想定で全人類を見下したい。それとも、お前が一番性格悪いぞ。っていうのが今の質問からもそうなんですけど、例えば雇ったとしたら一応雇用としては上司と部下っていう立ち位置になるじゃないですか。でもここも見下したい。それとも一緒にというか一緒に見下せるのかな。一緒に見下せるたいのか。そこはステップアップやと思うんですよ。何も考えてないですよ。その上司になるじゃないですか。その上司を数字で超えて見下したいです。
ネオ社長のところにね、売ってきましたよ社長つって来るんですよ。まだ売ってないですかみたいな。まあまずは地元のね仲間たちをというところの野望から終わりのようです。原圭介さん、年収オークション300万円からスタートさせてください。お願いいたします。300万円。さあ林さん、じゃネオさん、あネオさんあげた、河原さんもあげた、お二方あげました。河原くんのことを見下してほしいけどな、もうそれは無理でしょう。まあ確かに2社でハンマープライスです。おめでとうございます。では河原さん、まず伺いましょう。どんなことを考えてらっしゃいますか。ちょうど人材紹介事業部っていうエージェント事業部ができたんで、そこがすごいあらりがいいモデルなんで、まあ、そこで営業頑張ってもらったら、なんかその年収1000万とかは全然目指せるんじゃないかなと思ってます。ネオ社長、まあ、不動産と、あとまあホテルの方でちょっと考えてたんです一瞬、はい、最近ちょっとそっちの方が人が足んなくて、まあ、でもまあそうですね、まあ、一度お話だけでもまずはしてみたいな。勤務地品川です。はい、というお二方です。ここで働きたいという思いがあればその社長と握手をしてください。で今回は縁がないなっていう場合もありですので、それは決断自由です。よろしいですか、もう決断は。はい、原圭介さん、決断の時です。どちらの社長さんのもとに、お、もう歩み始めて、ネオ社長の前だ。え、よろしくお願いします。おめでとうございます。決め手は何かありましたか。まあ見下したいっす。あ、そういうこと。見下したい選手権なんだっけこれ。いうことでおめでとうございました。頑張ってください。おめでとうございました。4組の方成立です。おめでとうございます。すごい。無事終わりました。無事も採用もされましたので一安心しております。とても良い機会だったので皆さんもチャレンジしてください。とても緊張したんですけれども、場の雰囲気が和やかで楽しかったです。これから今夢ある人全員頑張ってください。応援してます。第12回年収オークションに参加しました高橋大輝です。今年収オークションに参加しようか迷っている方は一歩踏み出す勇気が今後の人生にとても大切なものとなると思いますので、怖がらずに世に出てみてください。クレイジーボーイの高橋でした。ありがとうございます。現在年収オークションに出演したい志願者社長の皆様を大募集しています。 LINE アットからご応募ください。お待ちしています。Are we living in a fake box? Are we living in a